はい、お疲れ様です。東小判でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今週の霞ヶ浦水系バス3ですね。まず最初、外名坂浦にやってきました。この日はですね、朝寒かったですね。というより今週はですね、なんか寒い日が多かったように感じます。昨年ですね、まあ、3月3本ぐらい釣れてるんですけど、その3本ともですね、気温の方が結構高かった記憶があります。で、今の時期ですね、まあ、寒かったり暑かったりいろいろありますから、まあ、なかなか気温が安定しない時期でもありますよね。で、ここのですね、名坂浦のこのポイントですね、この足際なんかね、結構良さそうなんですよね。で、よく、まあよくは言われないですけど、少し沖に投げて手前に引いてくるっていう釣り方でもね、なんかね、釣れるらしいんですよね。まあ、ブラックバスをこの、その沖のちょっとブレイクから、その浅瀬に追い込むみたいな感じで、ルアーを巻いてくると釣れるともね、言われてますね。まあ、基本この足際の方がね、おすすめなんですけど、そういった狙い方もあるみたいですね。昔はですね、こうちょっと先になんか沈み物とかね、結構あった気がするんですけど、なんか最近なんかね、その回収されたんだか、なんか根がかりも少ないような感じはしますね。今使ってるルアーはバズベイトになります。ゲイリーバズになります。この湖岸沿いのシェードなんかもなかなかいい感じですよね。で、ロッドはシマノのバスマン XT、 リールもバスマン XT になります。で、ラインがですね、ダイワのジャストロンの20ポンドになります。とルアーをチェンジします。これですね、イタコ釣り具の福袋に入ってたジャッカルのルアーになります。ディズラですね、確かね。これもね、なかなかいい動きしますよね。後ろの尻尾がプルプルなって面白いですね。ちょうどこの橋の下なんかね、シェードになってるんでね、いい感じだと思います。とどちらかというとね、これこの画面のですね、このずっと先ですね、行ったところの方がなんかね、結構釣れてるらしいんですよね。最近釣ってる人多いですよね。僕が今やってる時も、この先入っていいですかってお聞きした方いました。はい。で、次はですね、まあここも同じ名坂浦になります。こっちはですね、あの日の出ワンドとも言われてますね。で、使ってるルアーはですね、ヘドンのラッキー30になります。このルアーはですね、ただ巻きでも泳ぐし、あとチャガー音、ポップ音っていうんでしょうかね、まあいろいろ操作できて面白いですね。まあ本当だったら、まあ、着水して、まあ、波紋が消えるまで待って、そこからね、巻くのがね、いいらしいですけどね。まあいろいろ今試してるところです。
これもですね、そのドッグウォークみたいな感じで巻けるので面白いルアーですね。もう結構日が昇っちゃってますんで、なかなかね難しい時間帯でもありますね。ここの水門がですね、かなりねカワウがいるんですよね、いつも。ということは多分、まあ、小さなベイトですかはねかなりいると思うんですよね。なので、まあ、最近だったらバスもね入ってこないんじゃないかななんてね思っちゃいますよね。と次はですね、信方干拓水路、まあ、前川になります。まあ、ここね有名な橋の下になります。この橋桁のあたりなんかね結構なんか釣れるポイントらしいですよね。過去のですね、まあ、他の YouTuber さんの動画でもねここ何点か上がってますね。昨年ですね、僕の場合この対岸から今自分が立ってる側に投げて1本釣りました。あと橋の向こう側ですねから投げてもう1本、ここでここ最近ですとここで2本上がってます。はい、ちょっと移動しました。で同じ前川ですね。でこの日はですね、これだんだん風が強くなってきちゃって、バズベイトがなんか意味がないっていうかね、そう、まあ逆にこの波の中でバズベイトを引くということは逆に見切られにくいんじゃないかなんでね。でだから一瞬だけ風が吹いたと思ったらなんかベターっとしちゃって、もうなんかやんじゃって、不思議な天気でしたねこの日は。とこの前僕ですね、ちょうどここの水門でですねビッグベイトで上げてる動画見ましたね。タイニークラッシュでしたね確か。いやすごいお見事って感じでしたね。ちょっとチャンネル名忘れちゃったんですけど、なかなかねなんか流れもあって釣れそうな水門なんですけどね。はい、次北浦にやってきました。この日もですねすごい寒くてですね、気温がだいたい10度ぐらいで水温が13度ぐらいの日でしたね。なので水温の方はですね、まあ、着実に上がってはきてるので、まあ春が近づいてるなって感じはしますね。風が強すぎてこれ石積みね、ここの石積みまでしかね届かないんですよね。ちょっと先の石積みまで風が強すぎて飛ばないんですよね。で、まあ、無理してやってみるとバックラッシュしてしまうような感じでしたねこの日は。でこの石積みに投げてもね釣れてることは釣れてるんですよね。まあ、この日は他にですねこの湖岸沿いをボラコンで流したりはしたんですけどね、ちょっとダメでしたね。で次はですね北利根川にやってきました。だんだん爆風になってきています。これでもねこの日は寒かったですね。まあ、この日はですねスピナーベイトとあとクランクベイトを使ったりしました。クランクベイトはですねシマノのクランクベイトの MR タイプのものを使ってました。と今回ですねこの北利根川でビッグフィッシュ上がってます。まあ先に言っちゃったんですけどね、はい、
それがですね、僕の今回の2023年初フィッシュですね、になります。でこの北利根川でも、ボラコン使ったりスピナベ使ったりいろいろやったんですけどね。であとシラウオもね浮いてますよね。ちょっと画面ではちょっと分かりにくいんですけど、なので白系のちょっとスピナーベイトを使ったりやってました。さっきここにね鳥が結構いたんで、多分やってもね多分魚いないんじゃないかなってね思うんですけどね。まだですねこのボラコンでまだ1本しか上げてないので、今年はねこれでもっと上げたいかなって感じしますね。こんな風が強い日でもねやっぱり重量があるから飛びますねボラコン。まああまりね遠くに投げるようなねルアーじゃないんですけどね。来いかよ。でっけろ。はい、お疲れ様でーす。いや、いかがだったでしょうか。最後はね。ビッグフィッシュ出ましたね。なんとね、僕の初フィッシュは鯉でした。はい。まあね、まあ東久湾チャンネルっぽいっすよね。まさか早引きクランクで足元でズドーンって来るとは思わなかった。僕もね、ぶったまげましたよ。いや、もう、大抵ね、足元でバコーンって食ってくるから、絶対バスかと思ったのに、バスにしてはなんか、ね、巨体を見て、バスじゃねえよ、もうこれって。もうあの、引き自体がもうバスじゃないもんね、もうね。いろいろ楽しませてもらいました、今週も。よく、でもね、今年は、暖かいどうなんだろうな。暖かくもないと思うけどね。去年のその、水温とか気温とかって、測ってないんで、まあ、理化年表とかそういうの見ればね、わかるんでしょうけど、まあ、ネットでね、調べれば、わかるんでしょうけど、まあ、でも、今週の、霞ヶ浦水系も、まあ、難しかったと。まあそれは僕、あくまでも僕にとってなんですけど、まあ他のね、方たち釣ってますからね。そう、ツイッターとか、やっぱ最近、その3月入ってからツイッター見てみると結構初フィッシュ釣れたよみたいなね、結構そういったのが多いんで、そう、やっぱりますます春来てますって感じですよね。まあ、ちなみに僕の場合、まだね、バスはもちろんゼロなんですけど、去年の3月ね、3本も釣ってるんですよね。去年、2022年って、
1ヶ月に3本釣った月って3月と8月かな。そう、2ヶ月しかないですよ。あとみんなで、ね、2本ぐらい。つうかね、ほぼ毎日バス釣りってそんなもんしか釣れねえのかよってね。動画見てればわかるじゃないですか。僕の腕もそんなもんですよって。まあ、今週もとりあえずね、タフな一週間でしたけどね。おお。今日はこれ朝やろうと思ったんですけど、これあいにくの雨。久々ですね、こういう感じで朝雨降るのは。まあ、今日ね、土曜日なので、まあ、県外の方とかね、その霞に行くぞーと思ってね、そう一週間仕事してきて、ね、この土曜日雨って、ちょっと残念ですけどね。明日もね、ちょっとそんなに天気良くなかったような気がしたな。明日晴れるか。まあ、5月6月入ってからの雨の日ならいいんですよね。そんなにこう濡れてもそんなに冷たくないから。今はまだカッパ着ててやっぱ寒いっすよね。話変わりますけど、そう、東九湾バス釣りカーライフですね。そのどっちかっていうとこうビジネス系のネタですね。は、ちょっとサブチャンネルの方に今移動してる最中になります。はい。で、サブチャンネルをね、ちょっと登録されてる方、本当にありがとうございますって感じですね。まあ、サブチャンネルの方は、そうですね。まあ、僕が今まで勤めてきた、例えばまあ、書店とか、不動産会社とか、まあ、今の、そうですね、物流会社ですね。まあ、ネタをとか、あと、葬儀屋さんにも勤めてたんで、その時のネタとかね、そういうのもね、やっていきたいと思います。はい。で、今、サブチャンネルの方は、登録者数、やっとこう100人超えました。1ヶ月で100人超えたんで、1年やれば1000人超えるかななんてね、気長に考えてますけど、そう。サブチャンネルの方はね、ほとんどね、そんなに、まだ動画数がまだ10本もいってないけど、とりあえず登録者数100人いったんで、ビジネス系のそっちでも収益化できればいいかなと思ってますね。まあこれから例えば、まあ今3月で4月から春から、じゃあ僕も YouTube やるぞっていう方はね、多分増えてると思うんですよね。で、今もね、その、バス釣り系の YouTube とかね、始めた方とかは、やっぱ多いっすよね。うん。もうそういう方ね、全部、僕ね、ほとんどのね、バス釣り系の YouTube チャンネルね、ある一人除いて、ほとんど、ほぼ全部ね、登録してますね。うん。だって、琵琶湖の情報だって、そう、登録してますよ。なぜ一件登録しないチャンネルがあるかっつうと、ちょっと、ちょっと問題があるチャンネルなんで、それは。一応ね、バス釣り系のチャンネルですけどね、それ登録したらなんかね、いろいろ僕ね、いじられそうで、感じだから、一件唯一やってないです。うん。その人はね、別に霞系の YouTuber じゃないですよ。うん。どちらかというと全国の YouTube ですよね。うん。登録したらね、結構面白そうなんですけどね。うん。うまい。やば、今何時だっぺ ?8時2分。今週、やっとこう、初フィッシュっつってもね、濃いなんですけど、まあ強引な引きは楽しめました。まあでも実際、その、引きが強い魚が欲しいなら、別にバスじゃなくてもいいんですよね。で、ブラックバス釣りの面白いところっていうのは、
釣れた瞬間ですよね。そのかけた自分が選んだルアーで自分の思ったポイントに投げて、でそれで釣るのが、釣れるまでですよね。うん。釣れるまでが楽しいです。まあ引きはそんなにね、引きが強い魚なんてあったら別にブラックバスじゃなくてもいいんですから、そのブラックバスはそのかけるまでが面白いっていう感じですよね。でもまさか鯉がさ、早巻きのクランクについてきたっていうのはね、うん。もしかしたら僕の足元にもともといたのかもしれないし、で、僕が回収し、最後に回収しようとした時に食ってきたのかもしれないし、それはまあ、まだわからないですね。まあでも、鯉っていうのもね、いる雑食系ですからね。ザリガニ食ったり、タニシ食ったり、そう、何でも食いますからね。だから、魚食うのも、わかるような気がしますよね。まあでもね、鯉だって、外来種ですよね。実際中国で。で、その日本にいる鯉っていうのは真鯉って言って、確か、琵琶湖で、琵琶湖に生息してる鯉、真鯉。それが唯一、その、国内の、魚でしたっけ忘れちゃった。その、まあ、実際その日本のマゴイっていうのと、まあ、あと、まあ、ナマズだったら日本ナマズで、琵琶湖に生息する日本ナマズを、まあ、在来種ってね、言うみたいですよね。うん。でもこの前ね、他の YouTube チャンネルの人が、霞ヶ浦水系で、初めてやる場所で、ナマズが釣れたって言って、絶対アメリカナマズだろうと思ったら日本ナマズでしたからね。そう。霞で日本ナマズを釣るなんてのはね、本当に、レアケースですけどね。今日はもうこれでおしまいになります。これから、まあ今日、お仕事なんで、仕事やります。そう。土日仕事になります。週明けまた休みになるので、まあそれからまたバス釣り再開っていう感じになりますね。はい。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。